2021年明けましておめでとうございます。ちもちもです。今日は、2021年の1月2日水曜日ですね。はい、多摩モノレールに乗って、電車というか、まあ、モノレールの旅をしております。モノレールのね、先頭の席が空いたんでね、まあ子供と一緒に座って、前のね、結構雲がなかったんで、全面展望のね、撮影をしてみました。はい、かなりね、快晴な感じの天気ですね。今年は何を頑張ろうかな。また別の資格をね、取得に向けてちょっとね、頑張ろうかなと思います。あと他は、まあ静かに今年は過ごすっていう感じですかね。あとはコロナがね収まればね、まあいろんなところに行けるかなと思います。本当はね、冬休みにね18切符で、日本全国行ってみたかったんですけどね、東京の近くをね、旅して遊んでおります。まあ、ちゃんとねマスクはしてますよあとはね、多摩モノレールはね、なんだか、ダイヤモンド富士がね、見えるポイントとしてなんか紹介されてますんで、まあ時間があったらね、見に行こうかなと思います。ということでね、2021年もよろしくお願いいたします。